ルイス・バラガン帝と仕事場は20世紀メキシコを代表する建築家の一人であるルイス・バラガンが後半生を過ごした自宅兼仕事場である。2004年にユネスコの世界遺産に登録された。ルイス・バラガンは1939年頃にメキシコシティ郊外に土地を購入し、その一部に1948年に自宅兼仕事場を建てた。 フランシスコ・ラミレス将軍通りの12番地と14番地に位置し、12番地は仕事場、14番地は自宅にあたる。それぞれの建物は結ばれているが、通りに面した入り口もそれぞれについている。コンクリート造りの3階建てで、総面積は1161平方メートルである。彼の建築は内部空間の使い方や庭園に特色があり、 伝統とモダニズム建築を融合させたそのスタイルは他の建築家たちにも影響を及ぼした。バラガンは1988年にこの邸宅で亡くなった。同じ年には邸宅部分が国の芸術的記念物に指定されている。現在の所有権はハリスコ州政府とバラガン財団にある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。